歳女優グラドル茜結衣です。今日ご紹介する歌人さんは笠野イラツメさんです。奈良時代の中期の歌人、モテモテの歌人大友のやかもちは多くの女性と関係を持ちましたが、笠野イラツメもその一人。このね、大友のやかもちっていうのはね、これ有名な歌人ですけど、もうたくさんの女性とね、そういう恋の駆け引きをね、楽しんだプレイボーイだったのね。笠野イラツメは、とても情熱的な女性で、愛する大友のやかもちに、24首の歌を送りました。今日ご紹介するのは、そのうちの一首。もうとにかくね、恋は推しの一手っていう女性だったんだよね。肉食だ。うん。もうね、とにかく歌をね、送りまくったんだって。24個送ったってこと？そう。ラブレターをもう24個出したみたいな。ねえ、すごいね。その中の一首です。笠野イラツメは、身分も高く、女性にモテモテの大友のやかもちと、ようやく男女の関係になれました。そんなやかもちに対して、好きで好きでたまらない気持ちを、ド直球に伝えた歌。はい。やかもちはモテモテだから、まあ、いろんな女性と関係持ってるわけですよ。ね、その中で、自分もやっとやかもちと、そういう関係になれたと。うん。うん。で、さらに好きな気持ちが、こう、倍増してるわけですよ。うん。うん。そんな気持ちを詠んだ歌です。うん。朝霧の、おほに、あいみえし、人ゆえに、命死ぬべく、恋渡るかも。はい、これはもうド直球な歌なんで、ちょっと意味を教えてもらえますか。はい。朝霧の中のようにぼーっとなっちゃうくらい愛し合ったあなたに死ぬほど恋をしてしまったみたいです。どうですか。すごーい。ドストレートでしょ。うん、いいね。なんかこのぼーっとなっちゃうくらいっていうのがなんかやらしいよね。やらしいっていうか、なんか素直でよくない？あー、そっか。いいと思う。これは文法の説明をすると、うん。おほにっていうのがそのぼんやりとっていう意味ね。うん。ぼーっとしちゃったってことね。うん。で、まあ、愛見えしってあるでしょ？うん。これまあいろんな意味あるんだけど、ここではね、愛し合うっていう意味なんじゃないかなっていう。つまり、まあ二人で、その、初めての朝を迎えた時の歌なんじゃないかなっていうね。はい。ちょっとそういう解釈をしてみました。うん。わかりましたか？はい。わかった。朝霧の、おほに、あいみえし、人ゆえに、命死ぬべく、恋、渡るかも。ああ、これはどういうイメージで読んだんですか、今、あかねちゃんは。すごい。これ、多分これは一緒にいるとき、な感じで、うん、読んだ。そう、一緒にいるときに、うん、なんか、もうめっちゃ近くで、うん、本当に川の近くで言うぐらいの近くで、言ってる感じにした。
まだまだぼーっとしてる。もっと、もっとさ、もっと愛し合おうって誘うぐらい。ごめんごめん、今ちょっと。え？いやー、そんなこと言われてみたいよね。ないんかい。かわいそうに。うるさいよ。あかねちゃんもやっぱりそういう自分の気持ちはストレートに伝えるタイプ？うん、もちろん隠さないし隠せない。じゃああんまりこう駆け引きとかするよりはもう気持ちをそのままストレートに伝えるっていう感じ？うん、本当はね。でも、でも大人になってだいぶできなくなっちゃって。あ、そのストレートに伝えるってことが？うん、若い時の方が全然はっきりしてた、全部いろんなことに対して。あ、そう。うん、すぐにはやっぱちょっと警戒したりしばらく様子見たりするようになっちゃって、あ、なんか年いったなと思っちゃう。そう、でも溢れてきたらもう我慢できないけど、初めはちょっと様子見ちゃうようになっちゃったから。そっか。うん、本当はガンガン行きたいんだけどちょっと臆病になっちゃってるな。じゃあこういうさ、気持ちをストレートにさ伝えるさ、うん、傘のイラツメさんの気持ちとかよくわかる？めっちゃわかるし、めっちゃいいと思う。そっか。うん、まあでも24通もラブレターが書いてるっていうのはちょっとね、ちょっと怖いよね。ちょっと一方的すぎたら怖いかも。まあでもさ、これあのほら、残念ながらさ、うん、大友のやかもちっていうのはそういう恋の駆け引きを楽しむのが好きな人だから。そうだね、ちょっと遊ばれちゃったかな。こういうストレートにね、こう気持ちを伝えるようなタイプの女性はね、あんまり好きじゃなかったと思うんだよね。飽きられちゃうと思うね、ここまでやりすぎると。俺が予想するにさ、うん、こう典型的なこう釣った魚に餌はやらないタイプ。うーん、相手を落とすまでのその駆け引きを多分楽しんでたような感じがするんだよね、お供のやかもちは。そうだね、もう最終まで行ったら終わりって感じだよね。どうよ、そういう男は。へえ、絶対やだ。そんなのだってもう初めから私結構そういうの分かっちゃうから。ああ、じゃあやかもちね、引っかからないタイプ？絶対引っかからないし、そういう人と付き合ったこともないな。ああ、でもそういうの聞くとやかもちとかやっぱ燃えちゃうんだろうね。なんぼ言っても興味ないわって感じだけどね。ああ、そうすると、いろんな多分ね、あの 手を変え品を変えね、和歌読んでくると思うよ、やかもちは。面白いね。皆さんからの和歌もたくさん募集してるので、ぜひ送ってください。私が心を込めて読みます。頑張りますのでよろしくお願いします。じゃあまたねー。